はい、どうもこんにちは、こんばんは、こんばんは、始まりました。はい、始まりました。社長はメロンパンがお好き。はい、ねえ、今日もほんまにさあ、はい、最近ワールドカップ、はい、はい、ね、今このサッカーがこう、おう、はい、こうやってますけれども、可憐な可憐なステップやってますけれども、はい、二人はサッカー見てんの？あ、僕1回だけ見ました。2試合目、日本の2試合目です。2試合目。はい、あのギリシャ戦の先日のやつです。あ、0対0の。あ、そうです、そうです。ギリシャ戦のやつ。はい、案外見てんねん、俺は。そうですね。そう、あのゴールキーパー俺やで。通りで。気づかなかった。通りで。大丈夫？そうそうそう。遅いね、ツッコミ。あ、ごめんなさい。ボケとんねん。はい。乗っちゃった。ねえ、もう今日お客さんもたくさん来ていただいて。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ねえ、前も来ていただきましたね。ね、あれもすいません。さあ、あとは、はい、あのサッカーは見てんの？実はですね、はい、見てないんですね。あら、なんで見てないんや、見ていかないだわ、いいや。であれやろ、確かあの日本が今日の、はい、夜中5時、そうです、5時ぐらいから、ね、はい、やるんですよね。あ、どこでやるんですか今日？どこでやる？どこでブラジル？ブラジルです。え、違う、どこでやる？対戦相手と聞いとんねん。どこって？どことやるのって聞いとんねんね。コロンビアですね。コロンビア、コロンビア、はい、コロンビアです。すごいね。強いね、強敵です。強豪ですよ。今日は勝たなあかんでも、はい、楽しみですね、本当に。楽しみです。それを見ますわ。ほいで、今日のゲスト。はい。今日のゲスト、ちょっとプロフィールちょっと読んでくれる？ちょっと。うん。今日のゲスト、はい、はいはい、今日のゲストです、シーノさんです。シーノさん、はいはいはい、シーノさん、ハードでポップなシンガーソングライター、18歳で音楽活動を開始、ほどなく作詞作曲を始めて、うん、作曲によるライブ活動をスタート、はい、2002年以降、バンドクラウド、ごめんなさい、ごめんなさい、クラウドですね、クラウド、はい、はいはい、ごめんなさい、クラウドサージ、GBS でドラムを担当。お前どこ行くねんな。2004年からは、自身のボーカルプロジェクト、ナチュラルカーブを主催、不定期にライブを実施しているということです。はい、お前さん、またいんの、ごめんなさい、すいません、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、どうもどうも、こんにちは。よいしょ。はいはい、ありがとうございます。そんな感じでお願いします。さあ、はい、早速ね、はい、今日のスペシャルゲストをね、お呼びしたいと思います。はい、はい、それではどうぞ、シーノくんでーす。どうぞー。どうぞー。お願いします。シーノさん。お願いします。熱い握手が。熱い抱擁がね。熱い抱擁が。よろしくお願いします。今日はあのファンの人もシーノ君、はい、来てくれてるね。ありがたいですね。本当に、ね、ありがとうございます。綺麗な人が来てくれてるやん。本当にありがたいですよ。なあ、モテるな。もうそんなこともでもないですけど。そんなことないの。そんなことあんねやろ、もう。もう噂聞いとるで。どこのですか。シーノ君は、まあ、この間あの誰だ、タケちゃんの番組にも来ていただいたりとかして、あの時初めてお会いしてね、はい、そうですね、
実はなんか俺番組もやってんねんで言うて。そうですね。そんなん知らんやん思ってて、ほいだろネットで聞いたら何シーノの大作戦ラジオ、はい、やってたかな、やらせていただいてます、ね、はい、聞いた、聞いた、みんな聞いてる、聞いてんだ、あのなんか早口言葉を言うコーナーあるよね、いつもね、知らんよね。あんまり浸透しとらんやない。恥かいたやないか。僕聞きましたよ。まあまあ、これからです、これからね、はい、どん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 やっていこうということでね。そうです。あの、もともと出身はどちらですか。東京です。あ、東京。東京、はい、東京のどこなの。実家は、うん、品川の近くですね。あ、品川、かっこええな。まあ今でこそ新幹線が止まりますけど、自分が住んでた頃は運河しかないところだったんですね。そうなの。線路越えてちょっと海沿いの方行くと何もなかったんですよ。そんなん言うたら品川の人怒るで。しかし今はねもういろいろ開発されてますから。そうなんや、はい、あ、そうなんや。ほんで、はい、品川で生まれて育って今はどちらに住んではるの。今はですね、日暮里に住んでます。お、日暮里言うたら誰かうち近いぞ。おったな。はい。お、はい。おお、ほしお前ちょっとこっち来ないやな。よろしいですか、ステーション。こんな、はい。お前どこに住んでんの。に、あの王子の方ですね。はい。王子、はい。で、小学校の頃田端に住んでたので。田端二駅隣です。そうですね、はい、すごいですよ。西日暮里、日暮里、うん、はい、日暮里も全然歩いていけるような。歩いていけます。はい、全そうなんや、はい、なあ、お二人の会話が噛み合わへんな。思いのほか広がらへんかった。まあ、椎野さんが星のこと嫌いやったいうことかな。言うてもまだ2年ちょっとぐらいなんですよ。ああ、そうなんだ。日暮里に住み始めて。ああ、そうなんや。まあ、な、星君ありがとうね。はい、あ、そうか、そうか。なるほど。おいで、あれやね、まあ、それで今、日暮里に住んではって、18から、さっきプロフィールでも18歳ぐらいから音楽をやり始めて、多彩やな、自分。いや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 。なあ、多彩じゃん。だって歌やるやろ。はい、これなんか今度、何これ、この映画祭に出すらしいかな。すごいですね、映画祭。これ、練馬カンヌ映画祭。はい、こんなあんねんな。これはですね、私の知り合いで、一番下にちょっと名前が、これだチラシだとちょっと小さいかもしれないですけど、行けるとこまで行ったけどな。ありがとうございます。お名前だけ呼んであげてね。瀬古純子さんっていう方がですね。瀬古純子さん、はいはいはい、はい、練馬の自由のメガネというですね、おキャッチコピーがつく方なんですけど、練馬の自由のメガネ。メガネ、メガネでございます。メガネ、はい、目が見えないねんな。目が見えないわけじゃないです。メガネでございます。メガネ、はいはい。でですね、この方が実行委員長をやられてまして、おキャッチコピーがですね、このイベントとしては世界一ハードルの低い映画祭。それはおもろいな。世界一ハードル高いわけないね。ハードル低いんです。低いの。難しいなそれ。そのハードルだったら、はあ、自分でも超えられるんじゃないかな。なるほど。ということでですね、ほう、ぜひチャレンジしてみーという話をいただきまして。すごいやな。今回挑戦してます。ハードル低いの狙わなあかねんで。そこくぐるわけじゃないですからね。あ、くぐるわけないもんな。飛び越えてくる。確かに。ほいで、どんな感じに、もう撮り始めてる。今、撮り始めていて、で、この映画祭自体にテーマがあるんですね。はいはいはい。で、まあ、今回、生というですね、生放送の生やな。そうですね、はいはいはい、生放送とか、うん、あと生きるとか、生きる、生えるとか、生える、ちょっとあんまりミントって言う。ちょ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 、はいはい、まあ、生すっと言ってな。笑うからややこしなんねん。笑うからややこしなんねん。生というそのテーマなんで、生えるのとこだけ止まらんでいいねん。まあ、プンプン、そういうことで、その命とかですね、生きるっていうことをちょっと中心に、今素材を取ってってるところなんですね。今ずっと取材してるわけや。取ってってる、うん、それをこれからちょっと編集して、うんうんうん、まあ、エントリーはもうしているので、はい、あとはその、上映会に向けてですね、お今
今準備をしていると。おお、これあれね、8月21日、はい、大泉学園ユメリアホールか、はい、大人も子供も2000円、はいね。いや書いてあるの読んであるだけなんで、そうです書いてある、これこの情報とかは、はい、C のさんのそのなんかホームページみたいなのがあるわけですか。Facebook ページを、Facebook 自分の Facebook のところで、うん、まあ、情報はどんどんアップしていくのと、はいはい、あとこの映画祭用のイベントページも Facebook で立ち上がるようなので、おお、あ、そうなんだ、この映画祭の Facebook ページ立ち上がる、はい、なのでぜひ情報はそこで手に入れていただければなと。それ俺ね、実はね、はい、あの事務所が練馬なんで、あ、そうですね、俺だから、はい、行こうかな、おお、ぜひ見に来ていただきたいですね。見に行こう、うん、あの観客賞ありますんで、あの投票していただきたいなと。観客賞投票するよ俺。ペギャペギャペギャ投票するもん。お願いします。ペギャぜひぜひね、はい、これみたい、よろしくお願いいたします。いやー、これでいろいろ聞かなあかんのは、その音楽、はい、音楽を始めたそのきっかけっていうの何なの。音楽はもともとは、中学高校の頃に TM ネットワークを聞いたことからさ、なるほど、なるほど、でこのいわゆるデジタルのサウンドで、はい、最初はだからキーボードを、あ、シンセサイザーその辺から始めたんですね。こっちから行ったわけ、鍵盤から。あ、写真撮ってくれ、写真撮ってくれ後ほどね、また撮って、ごめんごめん、鍵盤から行ったよ、鍵盤始めて、で高校生の頃とかはそういうバンドとかっていうことでやってなかったんですけど、大学入ってそういういわゆるバンドサークルみたいのを、ね、あるよね大学のね、そこでそういう、まあ、バンド組んでのそういうコピーとか、はいはい、そういうのをやるよね、まあ、初心者から始めるときって大体そういう人多いと思うんですけどね、やるやる、うん、でそれがきっかけでいろいろ曲をやってたりする中で、はい、まあ、あの自分でも、まあ、こうイマジネーションからでいろんな曲をちょっと書くようにもなって、なで自分で曲書くようになったら今度はライブを自分で歌いたくなった、やりたなんだよ、そうですよ ね、 そ、 すね、それでボーカルをやるようになって、やっぱボーカルが一番モテるもんな、まあ、やっぱりそうなんですかね、結構あとギタリストの人モテるなとか思いますけどね、ギターも、でもあいつ一個モテへんで、ね、いや、そんなこと、そんなことは、ほいでほいで、はい、で、あとそれでボーカルで入ったバンドで今度ドラムにパートチェンジしたりとかですね、いろいろやるな、すごい、今度はドラムやってたらやっぱりまたボーカルやりたくなった、あ対象がないんでしょうかね、そらしいろいろやってきたよな、まあ、やりたがりなもんですね、いろんなこと、今日はな、このコマーシャル明けでな、オリジナル今日作詞作曲、あ、そうです、社長は聞いてもらうで、今から待っててよ、さあ始まったな。さあ、しのさん、
はい、それでは1曲歌っていただくんですけど、ありがとうございます。これはどんな曲なんですか？それこそ先ほど話したようにですね、学生の頃に作曲をし始めた初期の頃の曲でですね、さっき言ってた大学の頃に、そうなんです、作り始めた大学4年の時か、4年頃作った曲ですね。なるほど、はい、アップテンポ、アップテンポです。よし、じゃあ盛り上がるで、じゃあテレビご覧のお客さんみんな盛り上がってよ。お願いします。ほな行きましょう。じゃあタイトルコールお願いします。 Tears。今日は皆さん本当にありがとうございます。メロンパン社長呼んでいただいて本当にありがとうございます。行けばいいの
りていられるなら最高やな、しのちゃん。もうすごい頑張ったね。ありがとうございます。メロンパン社長、俺もめっちゃ跳ねてましたね。お、俺もいつにないぐらい踊ったった。しのちゃんどうぞこっち来て。こっち来てこっち来て。いやー、いやーお疲れさーん。お疲れ様でした。ありがとうございます。曲やんか、これをその昔ね作った、大学生の時作ったんで、すごい曲作るやん。いや、ありがとうございます、そう言っていただいて、本当嬉しいですね。なあ、はい、なんかどんどんなんか曲、いっぱい、こういうオリジナルの何曲ぐらいあるの？自分でっていう曲だと、十数曲ぐらいですね。うわ、ほなライブではこれを歌ったりとかして。そうですね、この曲は最近のライブでも、うん、歌ってます。息切れて踊りすぎて。息切れて。いやいや。もう来年、もうすぐ50やからな俺な。いや。聞いてな。はい。いや聞いていかなあかんのかな。はい。今日はな。はい。前もほら打ち合わせでも言うたように、6月の24日はみんなね、UFO の日なんですよ。UFO。はい。UFO の日知ってた？知ってました、うんうん、あ、知ってたね。知ってるもん。メガネが知ってるよ、俺は。ね。シーノちゃんさ、ええ、今まで UFO とか見たことある？ないですね。なかなかな。ないですよね。ないやろ。よほでな、この間な、さっきも出てた Facebook、はい、最近流行ってると思うんだけど、はい、その中にな、俺な、すごい動画を発見してん。はい、ちょっと一回見てくれる？お、はい、ちょっと一回何も言わんと一回見てくれる？これちょっと見て、ちょっと画面意志がな、動いとんのこれ見て。おおおお、意志が動いとんの、浮いとんの、キャー、見てこれすごないこれ。で、犬が鳴いとんの、犬が鳴いとんの、しのちゃんこれ。はい、そうですよね。めっちゃ反応しますね。犬めっちゃ反応してんの。ガンガン動いてる。浮いてますね。浮いてるやろ、あれ石、あの石だけ。キャー、ここまでほら、すごい、ちょっとお客さんすごない？マジ、もう一回いけるか、もう一回いけるか、ちょっともう一回見て、ね、これちょっと 見えてる？大丈夫？すごいやろ。なんすかこれ、ほんと見て、ちょっとこれ見て、これちょ、おお、すごいやろ。前後してますね。そうですね、前後してますね。すごいですね。はい、な、あとでな、見て、俺のフェイスブック見て、何も上から釣ったりしてないの。そうですよね。で、子供は最後の、いやーん言ってますね。あ、じゃあ、似てる、似てる。そこに、そこ、そこ言わない。そこは言わない、すいません。な、すごいやろ。不思議ですね。いや、だからな、もうな、地球がな、だいぶな、ええ、これ変わってきとんね。おう、ただな、はい、もうな、宇宙人がな、どんどん来てるで、これ、地球に。お、帰りも今日あたり。あれ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 。似てる、似てる。似てる。来るで。気をつけないといけないですね。ほんまな、気をつけなの。スカイツリーあたりからな。はい。あれ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 。ほんまな。来よるからな。あ、さっき全然俺らと一緒やで、宇宙人。ちょっとだけ後で詳しく言うわ。見とって、まだやで、まだやで、見とってよー。いえい。
はい、お願いします。いやー、あの動画すごいやろ。びっくりですね。なあ、こんなことがあんねんな。せやけどあれやな、シーノ君はやっぱり7巻で歌も歌えるし、映画監督もできるし、イベントも企画するし、顔もちょっと高橋克典に似とうし、かっこええなあ。しかしそうですね、ありがとうございます。そうですね、社長、社長もビューティフルですよ。ビューティフル、お前ビューティフルって何やねん。ビューティフルじゃない。そうですか。まあまあ、ええ、はい、まあ、はい、じゃあ、あの次回のちょっと、はい、じゃあ告知だけ。次回放送ですね、はい、7月は番組は夏休みをいただきます。はい、そして8月から時間と曜日が変更となります。はい、もちろん生放送でお送りします。はい、8月ですね、8月14日の木曜日です。日、はい、19時、7時ですね、7時から7時30分の生放送です。お楽しみにしてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。社長、おりました。内緒の話をしとんねん。ごめんなさい、真ん中に楽しい話をしとんねん。ほんま今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、告知、なんかライブが近々あれば、なんか告知とか。はい、先ほどちょっと紹介の中にもありました、ナチュラルカーブというですね、はいはいはい、今自分がボーカルとしてさやっている企画がありまして、はい、その、ナチュラルカーブが参加するライブイベントがですね、8月の30日30日、の土曜日で、うん、場所が新宿の御苑サウンドというところでですね、はいはいはい、参加しますんで、ちょっと出演の時間とかまだ決まってないんですけれども、この辺もFacebook などで告知はさせていただきますんで、ぜひよろしくお願いします。なるほどね。じゃあもうぜひそこで、じゃあ歌歌ってくれるわけ、そこでは。そうですね、そこはしっかりとボーカルと、あと2曲ばかしドラムをやる予定です。ドラム、なるほど、ね、これからね、なんか、まあ、あとまあちょっと20秒ぐらいですけど、うん、俺こんなん次やるでみたいな、こんなんやっていくでみたいな、なんか篠さんある？お、そうですね、まあ、今その音楽もそうですし、はい、映画だったりとか、本当にあのエンターテインメントっていうことを通じて、本当に皆さんを楽しませていきたいなと、なるほど、いうふうに思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。わかった、はい、よろしくお願いします。よし、じゃあ今日はこんなところで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。篠君、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。